はい、こんにちは。今日は、名古屋大学の、円の方程式に関する問題を紹介いたします。2つの円があって、1つは、中心が0、2で半径が3ですの円と、もう1個は中心が4、マイナス4で半径が1の円の2つに外接し、あと直線 x イコール6にも接する、まあ、こんなような感じで、でこっちが中心がこっちが x6 x イコール6よりもこっちに来ちゃったから絶対無理ですよね。この直線に接することができる、この2つの円に接してもこれには接しない。じゃああとこういうのと、あともう1個こうでっかいのを考えますね。こう接して x イコール6たちとこの画面の下あたりで接するようなでっかい2つ考えられそうですが、まあ、じゃあとりあえず書きやすい方を書いてそれで方程式作ってみましょう。難しいな、よいしょ。とまあこんな感じで、中心設定して中心 AB と、じゃあ求める円の中心を AB と置いて、で半径はっていうと、これ半径実は x イコール6と接してるんで、これ明らかに半径は 6-A でいいですよね。 6-A、 半径 6-A です。そうすると、これ仮にこっちのでっかいのでも 6-A で大丈夫ですよね。中心がまあこの辺にあって、やっぱり半径は 6-A。で、じゃああとは、接してるんで、結んでやると、半径がだから 6-A。あ、こっちじゃねえ。こっちが3で、ここが 6-A。で、これも結んでやると、半径が1で中心が半径が1で6-A ってことは、この2点間の距離が 3+6-A ですよっていう式、この中心間の距離が 1+6-A ですよっていう2つの式で、未知数2個なんで、まあ出そうかな。じゃあその式を作ってみると、まずこの2点間の距離 a-0 だから a の2乗足すb-2 の2乗のルートが 6-a 足す3なんで 9-a で、もう1個もルート a-4 の2乗足す b 足す4の2乗とが 6-a 足す1なんで、7-a と。じゃあこれ両方とも2乗してあげると a2 乗足す b-2 の2乗が9-a の2乗と。で、a-4 の2乗足す b 足す4の2乗が 7-a の2乗と。じゃあこれこっち移行して a を整理してあげると、b-2 の2乗はこんなのは展開しないで 9-a-a 足す a と。で、これは消えてくれて 9-2a と。で、こっちも同じように b 足す4の2乗はもう計算しながら 7-a足す a-4 かっこ 7-a-a 足す4と。じゃあこれはこれが消えてくれて 3-11-2a と。じゃあこれであとは a を消去してあげればいいっていうんで、b-2 の2乗が81-18a で、 b 足す4の2乗が33-6a と。じゃあ下を3倍して、下から上引けばいいのかな、下を3倍したものから引けばいいんで、3-b 足す4の2乗引く b-2 の2乗が
3倍したら、99-18 だから、99-18 で、99-81 で18。じゃあ、あとは、あとは普通に計算して、3b2 乗プラス8、3波 24b プラス16か48、引く b2 乗プラス 4b マイナス4、引く18イコール0。じゃあ、2b2 乗プラス 28b で、30引く4だから、26で2で割れるんで b2 乗プラス 14b プラス13イコール0で、まあこうなると安心で因数分解すぐできると、 b 足す 1b 引く足す13と、なんで b はマイナス1とマイナス13と。じゃあ b イコールマイナス1に対応するのがここに出るよな、マイナス1だから左段が9、18a が72なんで a イコール4で、b イコールマイナス13に対応するのが、15の2乗なんで 18a が15の2乗だから、これがこっち来たから9+15 9-15となんで、18a が24×-6なんです。6で割って3で、6で割って、あ、3で割って8なんで a は -8。 じゃあ、もうあとは式をで、まあ結局2個出たから、結局このでっかい方の円もまあこれで出てるということで、求める方程式は1個が中心がこれなんで、x-4 の2乗足す y 足す1の2乗が、半径は、6-a なんで2なんで4と。で、もう1個は、中心がこれなんで、x+8 の2乗足す y 足す13の2乗と。で、半径は 6-a だから14の2乗なんで196と。じゃあこれが答えとなります。じゃあ以上です。ありがとうございました。